艦隊空ミサイルは、艦船から空中目標に発射されるミサイル。敵航空機だけではなく、敵対艦ミサイルの迎撃にも使われる。また、対空攻撃だけでなく対艦攻撃などに使用できるミサイルも存在する。艦隊空ミサイルは、射程にかかわらず、艦船から発射され、空中の目標を撃破するミサイルである。艦隊空ミサイルは概ね、 艦隊防空ミサイルと股間防空ミサイルの二つに対別され、艦隊防空と股間防空の隙間を埋めるように、両艦防空ミサイルと最終防衛ラインを担う近接防空ミサイルに細分される。ジェット機や対艦ミサイルの普及や性能の向上に伴い、艦隊空ミサイルは進歩し続けており、搭載する艦船も増え続けている。 近年ではイージスシステムやパムズ、ナズなど極めて高度な戦闘能力を有する艦隊防空システムが開発されており艦隊空ミサイルはそのサブシステムとして極めて重要な役割を担っている艦隊防空ミサイルは艦隊に対して攻撃を仕掛けてくる対艦ミサイルや攻撃機を迎撃撃墜を目的とした対空ミサイル 第二次世界大戦以降の艦隊は数キロメートルの広大な範囲に展開することと対艦ミサイルの高速化によりできるだけ遠距離で迎撃するために長射程となるよう設計されている。その結果ミサイルは比較的大型化しさらにそれを活用するためには探知距離の長いレーダーや高性能の戦術情報処理装置との連接が求められるので 必然的にかなり大規模な運用設備が必要となる。そのため艦隊防空ミサイルは艦隊防空を特に重視している艦のみに搭載される。西側諸国において艦隊防空ミサイルの開発は太平洋戦争末期に日本軍が実施した特別攻撃への対処法の一つとして開始された。世界初の艦隊空ミサイルはイギリスのストゥッジであり、 これは、フェアリー社製で、無線指令誘導、液体燃料のロケットモーターにより、射程は 12.8km であった。1944年初頭には、神風特攻機に対して、初の実戦発射を記録し、1945年2月まで、実戦使用されていたが、大きな効果はないままに、戦線から引き下げられ、イギリス海軍の支援も打ち切られ、 フェアリー社が開発を続行したものの、1950年代前半には断念された。同じ脅威に直面していたアメリカ合衆国も、無線指令誘導の艦隊空ミサイルの開発に着手しており、股艦防空用の艦リトルジョーを開発した後、より大型の艦隊防空用ミサイルの開発を開始した。1944年より、フェアチャイルド社とコンベア社は、 強作により、ラークと呼ばれるミサイルの開発を開始しており、これは誘導方式が違うのみで、基本的には同じ設計で、射程は 55km。フェアチャイルド射程核は、無線指令、セミアクティブレーダー、コンベア射程系は、ビームライディング、アクティブレーダー誘導であった。しかし、これらはア速であり、新たに登場しつつあった、高速のジェット機には、 対抗困難であると考えられたことから1950年末に開発は打ち切られた。一方、これらと並行してより先進的な艦隊空ミサイルの開発計画として1944年に開始されていたのがバンブルビー計画であった。これは元来ラムジェット推進のミサイルを開発するものであったが開発の途中で 固体ロケットのミサイルが派生し、最終的に、長射程の RIM-8 タロス、中射程の RIM-2 テリア、短射程の RIM-24 ターターという3種類の艦隊空ミサイルが実用化された。これらはその頭文字からサンティーファミリーと呼ばれた。また、これらの配備を進めるのと、並行して、より先進的なミサイルシステムとして、 タイフォンシステムの開発が試みられたが、多数の困難により、開発開始から6年後の1964年に放棄された。これに対し、イギリスは、ストゥッジの開発を放棄した後、1949年により、高高度の敵爆撃機の揚撃を目的とした、艦隊空ミサイルの開発を開始しており、これは1961年に、 GWS-1C スラグとして収益した。これは、ビームライディング誘導、射程は 27km であった。また、フランスは、テリアをモデルとして、国産のマズルカを開発した。その一方で、これらの西側諸国に対抗する必要があった、ソビエト連邦においても、艦隊防空ミサイルの開発が開始された。この時代のソ連水上艦艇は、侵入してくる。 西側の洋上兵力を近海において溶撃することを任務としていた。その際、西側の強力な洋上航空兵力が重大な脅威であると予想されたため、その必要はより切実なものであった。当初は、長射程の S-75 ボールホフ M と、中射程の M-1 ボールなのに系統の艦隊空ミサイルによって二重の防空網を、 構築する計画だったが、S-75M-2 は重量課題であると判断されて量産に至らなかったため、M-1 ボルナーのみが収益した。なお、これらはいずれも陸上用の地対空ミサイルの転用型である。これら第一世代の艦細胞空ミサイルには誘導方式として、ビームライディング及び無線指令誘導が多用されていたが、後には、 セミアクティブレーダーホーミングを使用するものも登場した。第一世代のミサイルシステムはいずれもアナログコンピュータを使用していたが、それらのいくつかは後にデジタルコンピュータによって更新された。このように電子機器の進化に伴って段階的に改良が重ねられ、特にアメリカのターターはその後継となるスタンダードミサイルのベースとなった。主な 艦隊空ミサイルアメリカ合衆国イギリスフランスソビエト連邦サム N-2 ラーク最初期のアメリカ製艦隊防空ミサイルフランス製のマズルカ艦隊防空ミサイル第1世代のミサイルが多く採用したビームライダー方式及び無線指令誘導では追随能力に問題がありまた電子機器の技術上の問題から信頼性も低いとみなされがちだった その後継となるミサイルシステムにおいてはセミアクティブレーダーホーミングが採用され、またデジタル式のコンピューターが組み込まれた。アメリカでは複雑化したミサイルの体系がスタンダードミサイルシステムによって合理的に統合された。また、この時期にはソ連が大量配備する対艦ミサイルの脅威がクローズアップされ、対ミサイル溶撃能力の向上も課題となった。 特に1967年に発生したエーラート事件はミサイルをあくまで単なる小型航空機と捉え従来の対航空機防御の延長線上で対処できると考えていた西側各国海軍に大きな衝撃を与えた。これに対処するためアメリカにおいては従来のターターシステムをベースとした統合戦闘システムとしてターター D システムが実用化され 後のイージスシステムなどの開発の講師となった。また、イギリスは、シースラグを代替する新しい艦隊防空ミサイルとして、GWS-30 シーダートを開発したが、これは後に、世界で初めて対艦ミサイルの溶撃に成功した艦隊空ミサイルとなった。一方、ソ連においては、長射程の潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した。 デルタ型原子力潜水艦の登場により、ソ連海軍の戦略弾道ミサイル原子力潜水艦は危険を犯して外洋に進出する必要性から解放された。だがそうなると、今度は西側の有する強力な攻撃潜水艦兵力が自国近海に侵入し、自軍の戦略弾道ミサイル原戦を捕捉、撃沈する危険性を考慮する必要が生じた。 このためソ連海軍は、大型水上艦の任務を、自軍の戦略源泉の援護に切り替えた。自国近海での対戦作戦においては、陸上基地からの航空機の援護を期待することが、できるので、長射程の艦隊空ミサイルの必要性は以前ほど、下級のものではなくなった。このため、この世代の艦隊空ミサイルの開発は、中射程の M-11 シュトルムのみとなっている。 ただし、後に、改良型が収益したことにより、シュトルムは長距離射程といって良い射程を得た。なお、概要で、対戦作戦を展開する必要を考慮して、長射程の艦隊空ミサイルを搭載した、原子力巡洋艦が計画されていた時期があり、この時には陸軍向けの 2K11 クルーグを、艦載化した M-31 を搭載する計画であった。ただし、 M-31 の開発は、原子力巡洋艦の計画が中止されるとともに、打ち切られている。主な、艦対空ミサイルアメリカ合衆国イギリスソビエト、連邦スタンダード SM-1MR、GWS-30 シーダーとセミアクティブ、レーダーホーミング方式では、ミサイルが、目標に命中するまでイルミネーターが占有されるため、同時に、対処できる。 目標数に限界があるという問題があった。これを解決するために開発されていたタイフォンシステムの挫折の後、アメリカ海軍はターター D システムを経てイージスシステムの開発を開始していたが、これで用いられる次世代のスタンダードミサイルでは発射後の中間工程に完成誘導及び指令誘導が導入された。これにより、 イルミネーターによる照射は着弾直前の終末工程でのみ要求されることになり、それまでは別の目標を照射することができるので、発射のタイミングを調節することによって、イルミネーターの数以上の目標に対処できるようになった。また、従来間もン、シアマイナス1などのコミュニケーションリンクを搭載することによって、ある程度はその恩恵を受けることができる。 アメリカ軍において、この種の階層は、ニュースレッドアップグレード、んと称され、キット級ミサイル駆逐艦などが対象となった。さらに、発射機は垂直発射化され、速射性能や速応性を向上させた。ヨーロッパにおいても、イージスシステムと同様のコンセプトに基づいた、ナト共通戦闘の艦載戦闘システムとして、ナズの開発が開始された。 参加各国の思惑の違いから、これは後に分裂するが、ドイツ・オランダのナズ、イギリス・フランス・イタリアのパムズとして結実した。このうち、パムズについては、使用するアスター艦隊空ミサイルを含めて、新規開発されているが、戦術情報処理装置は既存のものを使用する。一方、ナズは、アメリカ製の既存のミサイルを使用するが、 戦術情報処理装置も含めて開発されている。また、いずれもが新開発の多機能レーダーを中核としている。一方、ソ連においては、この時期には、沿岸哨戒戦力の拡充や、潜水艦の出席向上などを背景に、大型水上艦は概要において、西側の洋上兵力や、潜水艦部隊を擁撃する方針に転じた。したがって、 陸上基地からの航空援護の福井外で行動することになるため、長射程と中射程のミサイルを同時に整備することにより、重心を持った防空化網を形成することが計画された。長射程の防空ミサイルシステムとして整備されたフォールとは、ミサイルとして S-300F を使用しているが、これは誘導方式として DVM 方式を採用することにより、 同時多目標処理能力を獲得した。しかし、TVM 方式は、システムの複雑化を避けられないため、これを補完するために、駐車艇の 3K90 防空システムが開発された。これは、ミサイルとして QM38 裏側案を使用し、従来通りのセミアクティブレーダー誘導方式を、採用することで、駆逐艦クラスの艦への搭載を実現している。 これを搭載するソブレメンヌイ級駆逐艦は、完成用レーダーを6機と多数搭載することによって、限定的ながらも、同時多目標対象を可能にした。また、3K90 は、後に 3K37 を主に発展したが、これは、中間工程に、完成誘導を導入した QM38M2、QM317 ミサイルを使用するとともに、多機能レーダーによる、 射撃式も可能とすることで、さらに同時光線能力を向上させている。主な、艦隊空ミサイルアメリカ合衆国イギリスフランス、イタリアソビエト連邦中国 SM-2 ミサイルを連続発射するイージス艦古艦防空ミサイルは、艦隊防空ミサイルの網をかいくぐって飛来した敵機や敵ミサイルから、個々の艦が自衛するためのもので、射程は、より短距離でよく、 付随する設備も小規模になる。アメリカの最初の艦隊空ミサイルは、ナムによって、離陸補助ロケットを元に開発された、艦リトル上で、無線指令誘導、射程4トルと、基本的には、股間防空用であった。しかし、これは、応急的に開発されたものであり、より長射程のラークの開発に成功し、さらに先進的なバンブルビー計画が、軌道に乗り、 また、従来の対空砲より優れた、股間防空火器として、マーク3 3 3インチ連装砲が開発されると、計画は放棄された。特に、マーク3 3 3インチ連装砲は、VT 新艦が使用可能である上に、当時としては、画期的な発射速度を備えており、新しい股間防空火器の必要性は遠のいた。一方、イギリスは、 既存のボフォース 40mm 機関砲を代替し、また、より遠距離での交戦が可能な股間防空火器として、ミサイルに注目しており、オーストラリアのマラカオベースとして g、g w s 2 0 c キャットを開発した。しかしこれは、1962年に収益した時点で、すでに高速化を続ける航空機に追随しきれなくなっていた。このため、イギリス海軍は、 シーキャットに数字にわたる回収を加えるとともに、次世代の股間防空ミサイルシステムとして、1964年よりシーウルフの開発を開始した。この頃、アメリカ海軍においても増大を続ける航空脅威への対処のため、股間防空火器のミサイル化が考慮されていた。マーク333インチ連装砲は優秀な高射砲であったが、 ボフォース4 0ト、mm、ル機関砲を完全に代替するには大規模すぎたため少なからぬ艦艇が以前として4 0ト、mm、ル機関砲によって股間防空を行っていたが1960年代にはこれらの火器は性能的に新しい航空脅威に対して到底対処し得ないことが明白になっていたこの時期アメリカ陸軍も同様の問題に直面しており 1959年により、イギリス陸軍と共同で、新型の前線エリア防空システムとして、単射程地対空ミサイルスミム -46 モーラーの開発を開始していた。アメリカ海軍も、その開発に参加することとし、その派生型である RIM-46AC モーラーを基本股間防空システムとして、採用する予定であった。海軍は、 シーモーラーに多大な期待を寄せており、この時整備計画が進んでいたノックス 95A 駆逐艦はシーモーラーの搭載スペースを確保した状態で収益していた。しかしモーラー計画は技術的な困難に直面し、1965年にキャンセルされた。主な 艦隊空ミサイルアメリカ合衆国イギリスシーキャット4連装発射機1967年のエーラート事件1970年の沖合演習を受けてこの時期西側においては対艦ミサイルの脅威が強く印象付けられることとなりその対策として股間防空ミサイルの開発が急がれることとなった アメリカ陸軍は、モーラー計画の挫折を受けて、サイドワインダーを元にした、ミンマイナス72チャパラルを採用しており、海軍もごく少数を購入したが、これは、目標正面における、交戦能力がなかったため、海軍の用途には全く適さないことが判明した。このため、 海軍は同じく空対空ミサイルの AIM-7 スパローを艦載化することを決定し、これによって開発されたのが、シースパロー BPDMS である。これは極めて応急的なもので、限定的な能力しか許さなかったことから、後に、改良型のシースパロー IB プドムズが開発され、NATO 共通の股間防空火器として、NATO シースパローミサイルシステムとなった。 NSSMS は、後に、固有のマーク23足す目標識別レーダーなどを追加され、小規模ながら、自己完結型の防空システムを形成することになり、後のアメリカの艦艇自衛システムなどの講師となった。また、シースパローに習って、イタリアが、自国のアスピーで空対空ミサイルを艦載化したのが、アルバトロス。これをもとに、中国が開発したのが、 輸出用のリーマイナス60ノルマルであった。なお、中国はこれ以前に、独力でスパローをモデルとした、HQ マイナス61艦対空ミサイルを開発しているが、フランス製クロタル PDMS の技術導入を受けて、これはごく短命に終わっている。イギリスが1964年より開発していた g、g w s 2 5 c ウルフは、 1970年により試験に入り、1979年には収益に至った。これは小型ゆえに比較的短射程であったが、極めて機動性に優れたものであり、フォークランド紛争に参加した同ミサイル搭載艦2隻はゴールキーパーとして活躍し、良好な光戦成績を残した。フランスは陸戦用の R440 クロタルを艦載化して、 古間防空ミサイルとして配備した。これは後に中国に技術上とされ HQ-7 として配備された。このようにソ連の対艦がミサイル配備によって西側諸国海軍は古間防空ミサイルの開発を加速したが、この時期ソ連においても古間防空ミサイルの開発が開始された。全世代においてソ連海軍は 強大な西側の洋上航空戦力との激突を予想して、ほぼ全艦に長射程の艦隊空ミサイルを配備しており、あえて股間防空ミサイルを開発する必要性を感じていなかった。しかし、この時期、ソ連の水上部隊は自国近海での対戦作戦に重点を切り替えており、このため小型対戦艦に配備するための股間防空ミサイルが必要となったのである。 これによって開発されたのが q k 3 3 m o サー r a m で1124型小型対戦艦や1135型警備艦に搭載されたほか、大型艦においても艦隊防空ミサイルを保管して装備された。主な艦隊空ミサイルアメリカ合衆国イギリスフランス、イタリアソビエト連邦中国強襲揚陸艦、イオウマから発射された。 シースパロー体艦がミサイルの普及や、高性能化などによる、航空脅威の強大化により、股間防空ミサイルは、航線機械の増大を狙っての長射低下、溶撃性効率の増大を狙っての高機動化、さらに速応性の向上を狙って、垂直発射化を進めた。また、アメリカの SSDS、ドイツ・オランダのシーッパーシステム、 フランスのアラベルシステム、日本の FCS-3 に代表されるように、股間防空についても、高度に統合された火力システムの開発がなされている。NATO シースパローミサイルシステムは、飛躍的に射程が延伸され、臨床となった s ムに発展した。これは一世代前の艦隊防空ミサイルに、ほぼ匹敵する射程を有し、適切な戦闘システムと組み合わせることで、 両艦防空にも適用することが可能である。実際に、海上自衛隊は秋月型護衛艦に先術した FCS-3 の性能強化版である FCS-3A を搭載し、SM と組み合わせることで、両艦防空能力を実現している。一方、ヨーロッパにおいて、パムズ用に開発された、アスター艦隊空ミサイルのうち、短射程のアスター15は、 股間防空にも使用される。このほか同一の発射機から運用できる、より軽量の VL、ミカ艦対空ミサイルも開発されたが、これはより軽量の専用発射機とも組み合わされる。これらは、艦隊防空用に、パムズを採用するヨーロッパ諸国海軍において、一般的な股間防空ミサイルとなることが予想されている。ただし、パムズ系列のミサイルは、 開発が遅延したため、イギリスは、シーウルフの改良系を垂直発射化した GWS-26 を開発し、23型フリーゲートに搭載した。ソ連、ロシアは、9K33MO3M の後継となる 3K95 キンジャールを開発した。これは、弾体重量や射程は、前任者と同程度であったが、高度にシステム化されており、 同時光線可能数は増大し、また、はるかに敏速な対処が可能となっている。また、この時期には、股間防空の必要性の増大を反映して、これまでに見られなかったような国が、股間防空ミサイルの開発に参入した。イスラエルのバラク、南アフリカ共和国のウムコントなどがそれである。主な、艦隊空ミサイルアメリカ合衆国イギリスイギリス。 フランス、イタリア、フランス、ソビエト、連邦、イスラエル、南アフリカ、RIM-162SM、近接防空ミサイルは、股間防空ミサイル網をくぐり抜けてきた目標に、対する最終防衛ラインの役割を担うものであり、より小型、軽量であり、近接防御火器システムと同様の役割である。1960年代後半より、死体空ミサイルにおいて、 近距離防空という新しいカテゴリが出現し始めた。このカテゴリの最先方が、携帯式の防空ミサイルシステムであったが、間もなく、これらの関西化が試みられることとなった。従来、近接防空には、療養法や対空機関法による、近接防御火器システムが使用されてきたが、これらはいずれも、比較的大容積大重量であったことから、 小型の艦艇に搭載することは困難であった。これに対して MANPADS は、不評が個人ない市販で携行できる規模とされており、発射設備は非常に小規模にまとめられていた。このため、従来は人力未産法の対空機関法程度しか搭載できなかったような小型艦艇や補助艦艇にもミサイルによる防空力を付与できるようになったのである。 ソビエト連邦軍では、第一世代の MANPADS である QK32 の配備の初期段階から、すでに関西化を進めており、懲戒艦艇や、揚陸艦艇、潜水艦にまで配備していた。また、西側でも、懲戒艦艇を中心に、同様の関西 MANPADS の配備が、行われており、カナダ海軍のレスティゴー主級駆逐艦は、 防空力向上のため、ジャベリン MANPADS の艦載化回収を受けた。しかし、これらの第一世代近接防空ミサイルは、基本的には人力未産砲の対空機関砲を単純に MANPADS に置き換えただけのものであり、射程は伸びたものの、センサーや情報処理システムなどとの連接はなされなかったために、実際の光線性能の向上は、 限定的であった。RIM-116 ラム主導連装式の新バド発射機遠隔操作、光学 FCS 連動のグブ化システム1980年代、頃から収益し始めた第三世代の股間防空ミサイルシステムは、光線機械の増大を狙っての長射低下を試行した。一方で、規模は増大傾向にあり、一部の艦艇が、 PDMS の搭載が困難となり始めていた。このことから、より多くの小型の艦にもミサイルによる防空能力を付与するため、近接防空ミサイルの構成の受けが施行されることとなった。第2世代の近接防空ミサイルは、第2世代の股間防空ミサイルと同程度の射程、性能を具備する一方で、より小型、軽量なものとして開発された。 アメリカとドイツは誘導部をスティンガー MANPADS をベースにロケットモーターをサイドワインダー短距離空対空ミサイルから導入することによって従来よりも長射程の近接防空ミサイルとして r i m 1 1 6ムを開発した。一方、フランスが開発したミストラルはミサイル団体は MANPADS 型と同等であるが 大型艦向けのサドラルシステムにおいては、発射機が遠隔操作化されたほか、艦の戦闘システムと統合できるようになっている。主な近接防空ミサイルアメリカ合衆国中国、フランスソビエト連邦。ありがとうございます。